J-WAVE をお聞きの皆さん、こんばんは。ジ・オーラル・シガレッツの山中拓也です。この番組はですね、毎月一人のクリエイターがマンスリープレゼンターとして、ナビゲートしていきます。毎週すごいと思う音楽を紹介して、そのすごい音楽を作った本人と深夜に音楽座談会というものをねお届けしていきますが、私1月マンスリープレゼンタージオラルシガレッツ山中拓也が担当させていただきます。初回の今日はですね、スーパービーバーのボーカル渋谷龍太さんをゲストにお迎えして深夜に音楽対談を届けたいと思います。ブーヤンは、ずっと、僕らの今があるのはブーヤンのおかげって言っても、おかしくないぐらい、人生ですごく大切な人でございます。J-WAVE WOW MUSIC ということで、今日は渋谷龍太さんに、来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ俺初めてなんです。何がですか？こういうことやるの。あ、こなれてるって聞いてたんで。誰に聞いてたんですか？お仕事の話いただいた時に聞いてたんです。誰が回してくれるんなら、目力がライブ。私は今日は何もしなくていい日なんですねということで。いやいやいや、ちょっとお力借りると思います。それは無理だ。なんで、怖先輩。まだね、昼だからさ、収録が。頭が回ってる時間じゃないから。そうですか。そうですよ。じゃあ僕の方でちょっと頑張らせてもらいますんで、今日はよろしくお願いします。気持ちよくさせていただけたらと思ってます。はい。第1回に、ブーヤンを選んだ理由がありまして、はい、僕、バンドを、はい、インディーズっつうか、もうインディーズにもなってないレベルでやってた時が、やっぱ最初音楽楽しいみたいなでやってたレベルの時がやっぱ誰にでもあるじゃないですか、はい、僕その時に、本腰入れて、音楽やろうって決めて、2ヶ月で挫折しそうになったんですよ。ほう、それはなぜ？なんか、F が抑えられなかった。いやいや、そんな直々制覇が無線、それじゃないの。そんなことじゃない。別にいろんなボーカリストを見て、あ、やばい、俺ここで戦っていかなあかんねや、みたいな。はいはいはい。むずみたいな。で、挫折を覚えて。2ヶ月でそれ考えるってすごくない？なんか、こんな人らと一緒にライブできへん。そこまで考えたの、なんか本腰入れようと思ってた気合だけすごかったんで、それでその時に僕多分フックアップレコーズって大阪にあった、そのインディーズの CD とかを全部まとめてくれてるレコードショップのよしみさんっていう方に、スーパービーバーを見ろと、そしたらお前の何かが絶対に変わると言われたんです。よしみさんに。よしみさんに。ほんで俺よしみさんつてでスーパービーバーのライブ見に行かせてもらったのが最初で。あ、そうなんだ。そうなんですよ。それで俺ビーバーのライブ見て、俺頑張れるって思って今があるから。あ、こいつになら勝てるんじゃない。違う意味いけるぞってなんかすげえ励まされたこれかみたいな、はいはいはい、このなんかボーカリストってこの自分の強みみたいなものをこう最大限に活かしてる人たちだからこそ輝けるんやな、だから自分の強みって何やろうからもう一回考え直そうって思わせてくれて、今があるのはスーパービーバーのおかげなので、今日一発目にお呼びさせていただいたんです。あらも、ありがとうございます。覚えてるっすか？僕がフロアにいたの。覚えてるよ。だからアンケートにも書いたんじゃないか。彼が何年か前か定かではありませんが、彼が自分たちのライブを幾度も見に来てくれたので認知していました。読むな。ある。読むね。そうそうそう。そうっすよね。もちろん覚えてます。スーパービーバーが大阪に来るタイミングは絶対に見に行ってた気がする、そうだね、それは本当に覚えてる。結構いい客だったでしょ。乗客乗客、ふと客大阪のふと客一人は確定してるぞ。そうそうそう、チケット1枚売れるそうですよね、だからそう、もともと音楽やってるって
明かしてくれたのも何回目か来てくれた時だったと思うから、ね、はい、自分もバンドやってるんですって言って、うん、でいつかは一緒にやりたいですって言ってくれたのすごく覚えてて、うん、でまあそういう話って結構するじゃない、そのまあいろんな人と出会ったりとか飲んだりしてたら、うん、なんかこう自分も音楽やってるけど、まあだからそういうなノリだと思ったから、まあいつか一緒にできたらいいねっていう話をした時に、うん、何かのメディアで見たんだよね、ジオーラルシガレッツ、はいはい、なんか聞いたことあるなと思ってちょっと待ってと思って、はっ、ちょっと待って、太客だと思っていやいや、人生ショコも太客やったあの時からそうな楽屋にも来てくれたりしたから、拓也バンドやってるって知ってたけど、あれちょっと待って、オーラルシガレッツ拓也じゃんと思って、うんうんうん、あその時連絡くれたっすもんね、そうわっと思って、したら本当あれよあれよという間にっていうのはこういうことかと思ってそうだったよね、あのフンって言ったじゃんなんかそれずっと言ってますけど そんなことフンってそう振り向いたらいる存在が急に背中になって、うっ待てと、そう、マジ、そう、法定速度があるんだよって教えたかった。いやいやいやでもなんか俺あの時めっちゃ覚えてんのが、うん、多分京都ミューズっていう場所で、うん、スーパービバがライブしてたタイミングで、うん、で僕挨拶行かしてもらって、はい、うん、でブーヤンはむっちゃ優しかったんですよ、うん、そのさっきみたいな感じで、まあ、いずれできるようになったら一緒にやろうねって、うん、うわこの人やっぱボーカリストとしての優しさあるな、包み込んでくれるなって思う、そうなんだよ、そう、その後、ね、まあ、ライブ見てたらもう柳くんの感じもあるじゃないですか、うちのギターね、うん、だから柳くんにも挨拶しとこうと思って、うん、柳くんとか挨拶行ったら、うん、あの人なんかずっと飛行機飛ばしてたんですよ、紙飛行機、ちょっと待って、すごく恥ずかしい、何みたいな、紙飛行機を飛ばしてた、紙飛行機飛ばしながら、え、何、あ、分かったみたいな感じで怖っと思って、なんかその圧力的怖さじゃなくて、うん、この人ちょっと気いってんのかなっていう怖さがあった、ね、少しだけ情緒が安定してなかった時かもしれないねそうそうそう、何かを託してたんでしょう、なんかずっとね、ずっと一点に紙飛行機投げてて、なんかスーパービーバーってすごいバランス感覚やなっていうのを、そう、その時に飛行機飛ばすやつと優しいやつそう、その時でもブーヤンもその、うん、感じやったら多分僕スーパービーバーに近寄れてなかったっす、よかった俺優しくてというわけでね、はい、あのルーツについて話していきたいんですけれども、うん、はい、聞いてください、ブーヤンなんかバンティーとか、うん、結構普段の私服とかでも着てるじゃないですか、うん、てます、10代とかってどんな音楽聴いてたんですか、もともと、自分の家が両親がハードロックがすごく好きで、物心つく前から音楽に触れ合う機会がすごく多くて、うんうんうん、で自分で一番最初に買った CD がですねオフコースなんですけど、まあもう対局だよね、あのギターソロ聴いた時に雷落ちたみたいなとか、そういうんじゃないの、もう小田和正の優しい歌声に触れた時にバーってなって確かにやべえってなって、そっから J-POP が大好きになって、でドリカムとかマッキーとか、うんうんうん、中島みゆき山下達郎っていうのそこら辺からどっぷりハマっていくんだけど、うん、10代の時には、高校入ってからライブハウスに通うようになって、うんうん、日本のアンダーグラウンドのハードコアの音楽がすごく大好きになったので、ね、ほうほうほう、そこら辺のライブ行くようになったら、そのバンドの人が着てる T シャツがかっけえなと思って、あれなんだろうと思ったら、あ、バンドみたいだってなって、でそこから、70s と 80s の US のパンクにハマるようになって、 US パンクにハマったんです、ね、そう、うん、であの家の近くにディスクユニオンがあって、うん、あのレコードそこでよく学校の帰りに漁るようになって、でそこら辺からあのいろんなものを分け隔てなく聴くようになったっていうのが10代かな。なるほど、ね、特に何をディープに聞いてたかっていうと、具体的にこれっていうんではなくて、うん、今喋ったものをまんべんなくめちゃくちゃ聞いてたかな。あーなるほど、うん、なんか普通にさらっと聞いたらほんま両極端じゃないですか、 J-POP、うん、そうね、アンダーグラウンドコアミュージックみたいなんです、うんうん、でそれを俺ずっと、うん、あのじゃあスーパービーバーではちゃんとポップミュージック感感じる、うん、でもブーヤンと2人で喋ってる時って結構そっちのアンダーグラウンドカルチャーつうか、うん、そっちのゴリゴリのロック系を感じて、はいはい、言ってたのが俺ずっと、うん、この人どういうことなんやろうなはずっと思ってたんですよ。そうね、
だからなんだろう、自分の中で右か左かで分けるっていうのがあんまり好きじゃなかったから、うんうん、自分たちのバンドでもその対バンであったりとか、うん、自分たちの音楽のスタンスとかっていうのも、うん、まあ、右か左かでパッと分けられる類のものはやりたくないなって正直思っていて、うんうんうん、だからまあね、ジャンルとかね、世代とかっていうものに対してそのあたりからあんまり興味がない。そう、ムーブメントを誰と一緒に作るとかっていうのもね、あんまり興味を持ったことがないの、正直。そう、今も？今もね。へー、うん、確かになんかスーパーフィーバーって対バンバラバラっすもんね。そう、バラバラ。うん、まあ、あえてやって、木をてらってそういうことをやってるっていうんではなくて、自分たちがただ好きなもの、好きな人と一緒にやる時間っていうのを自分たちで設けてた時に、自分がドキドキした感覚みたいな、対バン見に行った時にこのバンド A というバンドを目当てで行ったんだけど B というバンドがめちゃくちゃかっこよかったみたいなっていうのを、はいはいはい、いろんな部分で多角的にものを見た時に、うん、巻き起こせたらすごく面白いだろうなっていうのが自分の中でずっとあるから、うん、それが結構音楽のロマンだと思っているんだよね。確かに。っていうのを自分たちの活動の中でもやりたいなって思っている。じゃあちゃんとこうお客さんである目線もしっかりライブイベントに対して持ってるってことですよね。だから、うん、もうね、ずっとファンだから音楽の、うん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 、ずっと俺お客さんだし、うんうん、ずっとファンっていう感覚は覚えてる忘れてるとか忘れたくないとかじゃなくてもう根付いちゃってるもんだから、うん、ここは覆らないんだろうね。自分がオンステージする側の人間とかどっち側とかっていうことじゃなくて、うん、音楽ずっと好きなんで、うん、っていうのはね、なんかあるかな、根付いちゃってるもんっていうのはある。でも確かになんかブーアンってファッションもしかりやし、うん、聴いてる音楽だったりその吐く言葉もしかりっすけど、うん、やっぱりそこにその音楽好きっていうのがむちゃむちゃ溢れてるからこそ、うん、そのジャパニーズポップミュージックをやったとしても、うん、さらにこう下に深くなっていく感覚っていうのが多分スーパービーバーってあるから、うん、そのバンドマンがみんな好きっていう形になっていってるんやろうなっていうのはすげえ思ってますよ俺らも。すっごくいいこと言ってくれたじゃん。俺あんまこういうこと言わないんですげえ恥ずいっす。雑誌だったら太字だよ。、うん、間違いなく雑誌じゃなかったな。そうだね、残念ながら。残念だね。そうだね。スーパービーバー自体はどういう流れで行くの？スーパービーバーを組んだ時は本当に純粋に誘われたからがきっかけかな。その時聞くのが好きだったし、うんうん、見に行くのが好きだったから自分でやりたいと全く思ってなかったんだけど、うんうん、うちのベースの上杉と俺、うん、同じクラスで、うん、高校がね。でその時に、上杉に新しいバン、彼はまた軽音部で別のバンドやってて、うん、新しいバンドを組みたいんだけどボーカルがいないんだが歌うって言われて、うんって言って今の今までずっと。マジ？そう。すごっ。そうで彼が上杉がうちのギターの柳さんは学年が一つ下で、うんうんうん、で学年一つ下のやつギター弾けるやつがいるよっつってそれ引っ張ってきて、うん、で柳さんの幼馴染で藤原がいて、うん、でそれで組んだ。だからもうなんかノリノリ。なるほど。学園祭とか文化祭のノリが今の今まで続いてるんです。そう。そんなノリで組んだバンドが、うん、その結局人生になってるわけじゃないですか。そうだね。それってなんかポイントみたいなのあったんですか？うん、自分が本当に音楽っていうものを志したいって思ったりとか本質的な魅力、やることに対しての本質的な魅力 に気がついたのは、うん、メジャー1回目のメジャーデビューから起こった時かな。だからそれまでは勢いで組んで、うんで楽しいからただ音楽やってて、うん、でその時に出た大会で、うん、生地結果が出てしまって、うん、そう。なるほど。でそうなるとあお互いの大人たちっていうのは、うんうんうん、わーって来てさ、そうですね、で CD 作ろうとか、うん、メジャーデビューがどうっていう話になって平均年齢20歳とかいう触れ込みで1回目のメジャーデビューをしてるから俺たちは、うんうん、なるほど。でだからもうその時はわけわかんないんだよね。うーん、楽しいから嬉しいとかじゃなもうないってこと。嬉しいんだけど嬉しさの本質に気がついてないっていうか、なんでこうなったかっていう経緯を知ってた方がもっと楽しいのに。なるほどなるほど。今だから
思われることなんだけど、うん、何も分かんないで組んでるから、うん、ただおメジャーえあすごいえタイアップえなんかあテレビで聞こえたみたいなわーって感じなるほどなるほど、うん、っていうような感じだったからメジャー怒って本当に自分たちだけでやってみようって思った時に、うん、いろいろなんでそこまでして音楽をやりたいのかとか、うんうん、っていうことを考えたり気がついたりしだす。じゃあ逆にもう落っこちてなかったら、うん、もしかしたらなあなあでこう進んでいってしまってたかもしれへんし、そうだね、うん、あの1回目のメジャーデビューでちょっとだけ結果が出ちゃったりしてたら、うん、マジでまずかったかもしれない。なるほど、うん、全く何の結果も出てないから、なんか悪い思い出かもしれんすけど今があるのはそれあるからかもしれないですね、うん、そうだね、踏まえてっていうのはあるかもしれない。なるほど、はい。じゃあそんな結構いろんなことあったブーヤンが最終やっぱり特にこの音楽影響受けたなみたいなのは どのアーティストのなんていう曲ですか。やっぱ自分でいろんなことにパッて目覚めたりとか、うん、自分で初めて盤を手に取りたいと思ったのがやっぱオフコースだから、うんうんうん、その時買った CD はベスト版みたいなもんでいっぱい入ったから、うんうんうん、どれって選びづらいんだけど、やっぱ愛を止めないでっていう曲が、うん、泣きメロってこういうことかみたいな、ほなんだこれってなったのはやっぱこれは強かったかな。へ、どの曲もやっぱそうなんだけど、イントロから来てる、あイントロから勝ってるみたいな、まあ、歌始まりなんだけど、うん、こっからもう勝ってるってこういうことねみたいな、やっぱ愛を止めないって曲は一番強く残ってる。なるほど、はい、スーパービバの曲でもやっぱり影響は結構受けてるっす。あるでしょ。俺やっぱ J-POP 大好きだからそこら辺の観点はすごく大事にする。何にグッときてるのかっていうのが割と自分の中ではっきりしないと、うん、オンステージした時にその曲歌うことって結構難しいから、自分が一番感動してた方がいいだろうと思ってる。その部分は大事にしてるかなって思います。もう価値の音楽ラバーです。音楽ラバーです、ミュージックラバーですね、はい、こんにちは、はい、こんにちは、はい、それではここから渋谷龍太さんの音楽制作について、はい、聞いていきたいなと思うんですけど、ちょっと照れくさそうなのがいいよね、うん、だって照れくさいもん、うん、そうだね、うん、スーパービーバーはどういう過程で曲作っていくんですか。そうですね、うちはあのギターの柳沢が主にあの詞曲ともに作ってくることがすごく多いんですけど、うんうん、彼がデモを作ってきて、うん、それをおのおの持ち帰って、うん、でそれをスタジオで合わせてもうほぼできるみたいな、あのすごくアナログなバンドで、うん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 、データでのやり取りっていうのができない。なるほど、うん、っていうだけただ昔からの作り方がそれだったから、いざこう顔合わせてみて、うん、用意どんでバッて鳴らしてっていうのがすごく多いかな。まあ、でも確かに生感、そのアンプから出てる音とやっぱデモ違うっすもんね。やっぱね、全然違うよね。それは思うな。それは俺も最近すげえ感じてます。思うの？めっちゃ感じ始めてます。あら、最近？だから最初俺らそう作ってたんですよ、スタジオで、うんうん、でまあ、そのだん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 こうメジャーになって、うん、スタジオ入る時間もどんどん少なくなっていって、うん、でこれもソフト使えな、はいはいはい、アルバム間に合わんなってきたな、データでってことね。そうそう、うん、でデータでやり取りするようになったんですけど、やっぱデータである程度のデモ完成しても、うん、そのデモをスタジオ持って行ってドンで合わせた時にここちゃうかったなやっぱみたいなの多々あるんで。なんだろうね、やってることとかさ基本的な構造変わらないわけじゃない、うん、なのに全然違うよね。全然違うっす、うん、ビーバーの生感は多分そこにあるかもしれないですね、ライブ感っていうか。まあ、ただ俺らの弱みっていうのはそれをあの選んでやってないところだよね。それしかできないってところだよね不器用さ。そう、それしかできない。でも最近そのこういうご時世になって、うんうん、あの彼ら3人は音楽ソフトでデータのやり取りをすることを覚えたようだよ。ブヨンは？俺は入らないですけど、ね、俺レコーディングもあのプリプロ以外はその場にいなかったりする。え？そう。なんで？俺これピンボーカル独特の立ち位置なんだと思うんだけど、楽器プレイヤーじゃないっていうのは結構強い、うん、そこにエゴが介入しない人間が一人いるっていうのは、オケを作る時点でのエゴがない人間がそこに介入するタイミングを俺が選べるっていうのは超でかい。なるほどね。だから
煮詰まった時にバッてスタジオ入ってて、えさっきのが全然かっこいいとか。へえ。結構音楽制作の過程って自分の中で知りすぎちゃうと、こういう風な経緯があってこういうことをやったんだっていう先入観って俺結構余計だなと思ってて。なるほどね、プレイヤーがこういうことを考えて俺はこういうことをやりましたって、それ知ってるからそう聞こえるけど、うん、知らなかった人間が急にバッて入った時に、何これなんか歪んでないみたいな。あ、なるほどね。それむっちゃ大事かも。そう言えるのが俺なんだよ。だからプリプロの時ではある程度の設計図を作るところまで一緒にいるんだけど、俺はほぼ介入しないっていう。純粋にデモの印象で自分の中の頭の中で鳴ったものとかけ離れたものがあった時にびっくりしちゃって、なんでとかなったりとか、逆に純粋に感動することも可能だから。なるほど、超かっこいいね、マジすごい、マジいいギター、マジいいベース、マジいいドラムみたいな、っていうのができるのがこの立ち位置しかいないっていうのがあるから、俺これ結構計画的にやってる。だいたいロビーにいる。だから俺マジ、うん、ロビーで何してるんですか。本読んだりしていいっすね。そう超客観的に聞こえる。そうそうそう。歌い入れする時もそういう時の方が感動できるから、うんうんうん、マジすげえ音源できたなとか、めっちゃテンション上がると思ってパッて歌うと、うん、もう一発二発でもう最高できたみたいになったりするから。あ、なんか全部スーパーフィーバーのライブに出てる感じはするっすね。でもその感じはね、うんうん、いやなんか俺最初にライブ行った時に喜びの明日聞いて、うんうん、歌力もやばいし、後ろの演奏のその歌との合わさるエモ感、うん、エモーショナルレベルの高さに俺もう感動して、俺涙出たんですよ一回ライブで。そうでもそのやっぱあの曲の力半端ないなって思ってて、うん、でそこから出る曲もやっぱ全然こうレベルアップしていって言ってる部分はすげー感じるし、うん、でもなんか自分の中でやっぱ原点やから、あの楽曲って。だからなんか俺一つだけ聞きたかったんですけど、ほうあのこの間僕らのツアーの対バンしてくれた。あ、もう呼んでいただいて、はい、出させていただきました。その2日間あったうちの1日目の1曲も喜びの汗でしたね、うん、あれって意図あったんですか。言わせんなよ。いや俺もう袖で、俺袖で感動してしまって、ブーヤンもしかして俺でも言ったことありましたっけ。ある、聞いたことある。あ、言ったことありましたっけ、うん、そうだから俺なんかブーヤンこれまさかそういう意図で1曲目やってくれたんかなって思ったらもう感動しちゃって、なんていいバンドなの、素敵だわって思って。言わない美学を貫き通す。じゃあ言わない。でも察しました。そうでもあのやっぱね、せっかく呼んでもらったりとかっていうことをやったら、うん、こうじゃなきゃできない日っていうのはやっぱ作りたいから、うんうん、そうそうそう、でもすごく大事にしたいなと思いました。なるほど、言っちゃった。いや、まあ、はい、いや、まあ、スーパービーバーね、はい、ニューアルバム、うん、I Love You、はい、2月3日に発売しますけれども、うん、はい、どんな作品ですか。めっちゃいい。めっちゃいい、うん、もうそれもそれだけでめっちゃいい感伝わってくる。めっちゃいい。ブーヤンの笑顔で伝わってくる。めっちゃいい。ここまで人に聞いてほしいってここまで思ったの初めてかもしれない。マジ、うん、聞いてほしいって毎回思ってるけど、ここまで思ったのは初めて。めっちゃ楽しみやなそれ。俺あんまり自分たちの作品を自分であんまり聞かないの、そこまで。うん、今回のは聞いてるね。へぇ、うん、不思議だよなんか。うん、でもメジャーファーストアルバム、そうメジャー、ね、難しいんだよね俺ら再契約だから。あ、そっか、ファーストアルバムじゃないんだけど、リスタートファーストアルバムですもんね。メジャーファーストアルバムできましたって感じ。あ、マジで、うん、超自信ありますね。超自信あるんだよ。、うん、これ多分じゃあみんなも期待してもらってた方がいいですね。あ、間違いなく、はい、俺も聞かせていただき、はい、お願いします。はい、ファンとして。ありがとうございます。早いもんでもう最後締めくくりになってるんですけど、はい、早くないよね。だってこれすごく番組になる時めちゃくちゃカットされてる。あの喋りすぎちゃって全部言うやん、うん、そりゃ喋ってまいりますよ。そう、うん、ね、楽しかったね。楽しかったです、うん、まあこれから先、まあ、メジャーとしても、はい、あのどんどん活躍していくスーパービーバーだと思いますけども、はい、
個人的にでもバンド的にでもいいんですけど、うん、これからやりたいこと、新しく始めたいことみたいなのってあったりするんですか？単発絶対嘘っすよ、絶対嘘やん髪切りたい、どんぐらい、どんぐらい髪切りたいよ。だって俺でやった時た多分ここぐらいやったら、うん、ここら辺もじゃもじゃって感じやったっす、うん、でそれよりも単発、うん、もうがぜんよ、がぜん、がぜん単発、刈り上げるレベル、がぜん単発やってみたいんだよ俺これをね、うん、1年前ぐらいに本当に相談したことがあってさ。あ、マジっすか？うん、本当に坊主にしたくて、そうそうそう、後輩からのアドバイスって嫌かもしれませんけど、うん、マジでやめといた方がいいと思う。あのね、みんなに言われた。ね、あのその時にね、柳沢にさ、うん、すごくまとえたこと言われてさ、うん、あのその時辞めたんだけど、うん、あのまあマネジメントとかの喋って、うん、いや長い方がみたいな、うん、まあ長い方がステージでね、うん、遠目で見た時に誰だか分かるようなやつがいいなと思ったから髪伸ばしてんだけど俺、うん、あ、そうそうそうあのポリシーとかないの別にそう派手だからいいなと思って伸ばしてんだけど、うん、っていうのもありつつギターのやつで相談したら、うん、ダメだ、本当にあのスタジオタクヤと同じぐらいのテンションで言われたんだ、ダメだ、うんうんうん、ダメだと思う、うんうん、なんでって言ったら、いやさ、あなた雰囲気もなんだからって言われてすっごく腑に落ちたんだよねそう、あ、俺雰囲気もんだったそう、それね、すごく腑に落ちたの。いや、なんか雰囲気もんってむずいっすよね。雰囲気もんじゃんって、うんうん、めっちゃ思ったの、うんうん、だからバンドマンみんなそうですよ。そう、雰囲気もんであることって別に悪いことじゃないと思う、うん、でもあれは人を傷つける言葉だ、ね、そう、でもあのすごくやっぱ大事だなと思って、はいはい、だからあのいろんなものがこいつとはっていうのがいろんなものがね、うんうんうん、もう全部はっきりいろんなことになった時に、うん、20周年とかで、うん、スパッとこう短くしたら、でもなんかどっかのタイミングでやるのはええかもしれないですね。ねえ、面白いよね。面白いし、ついに切ったかみたいな。そうそう、なんかバンドマンっぽい。ね、ついにあいつ切りやがったかみたいなのをどっかでやってみたい。やってみたいことです。周年、うん、どっかの周年の、そう、20か25か30か知らないが、結構ね、うん、先かもしれないです。そうだよ、楽しみにしてて、みんな楽しみに、はい、しておいてもらいます、はい、あの年末も、うん、あの横浜アリーナやってましたけど、うん、はい、無料配信もしてましたよね。してました。はい、結局どうやったっすか、やってみて。配信、配信、配信は無料配信はやってよかったかなって思ってるけど、配信するということに対してはまだ自分の中ではどこにも落としどころが見つけられていないっていうのは正直なところですね、うん、でそれを探すためっていうのもあるんでしょ、今後の動き、そのトイスピット 3days もしっかりやろうし。そうだね、まあそのなんだろう、間口は広い方がいいのかなっていうのは思ってて、うんうん、自分たちのプライド、うん、だからオンステージライブに勝るものっていずれに絶対ないと思ってるから、うん、でもこの期間で出会えた人とか知ってもらってる人もいるし、うん、ずっと自分たちのことを応援してくれた人もいるわけだから、うん、その人たちに何か音楽を届けるツールっていうのがレコードとか CD 以外にも何かないのかなって思った時に、うん、これはまあ1個新しい形としてあってもいいかなぐらい。うん、うん、俺もなんかブーヤンのそこら辺どう思ってんのやろうな、ちょっと聞きたかったんで、なんかライブに勝るもんないってはっきり言ってくれたの、俺的にはすごい嬉しかった。絶対ないでしょうね。ちょっとこれから先も、はい、あのいろんな行動を多分スーパービーバー起こしていくと思いますけど、うん、なんか最後ファンの方に一言ありますか？あ、最後に、うん、一言、うん、これないかな、ないかなあのなんだろう、自分なことさら今さら言うことってないんだよね、意外とね、うんうん、あの自分たちは楽しいことやりたいと思ってるし、うん、何よりも楽しいと思ってもらいたいってずっと思ってるから、うん、この先も楽しみにしててくれたらいいなって思ってる、うんうん、楽しみにしててください。楽しいことしますんで、はい、ということで、はい、渋谷龍太さん、これ言いにくいな、ブーヤン、今日はありがとうございました。こちらこそです、ありがとうございました、はい、ジ・オーラル・シガレッツの山中拓也がナビゲートしてきましたワウミュージック、いかがだったでしょうか。いや、もうなんかブーヤンとはこう本当に飲みの席だったりで、僕がいつもこうベロッベロになってブーヤンに絡んでるっていう状態で、あの人がよしよしってやってくれてる状態が普通なので、なんかこんぐらい深い話をしたのってほんまちょっと初めてちゃうかな。
って感じですね。僕が相談乗ってもらったりみたいなのがあったんですけど、なんかブーヤンからこういろんなブーヤンのルーツを聞けたのなんかすごく貴重な時間だったんじゃないかなと、思っております。次回のゲストはですね、ラッパーの、シックボーイさん、呼んでおりますので、そちらもお楽しみにしておいてください。番組へのメッセージは番組ホームページからお待ちしております。ツイッターの場合はハッシュタグ JWAVE ハッシュタグ WOW813 をつけてぜひツイートしてください。というわけでですね、来週もこの時間にお会いいたしましょう。ここまでのお相手はジ・オーラルシガレッツ山中拓也でした。バイバイ。